本日のテーマはこちら、住宅ローン減税制度について。住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築、取得、または増改築等をした場合、年末のローン残高の 0.7% を所得税、一部翌年の住民税から最大13年間控除する制度のことです。新築住宅購入の場合、適用条件は以下の通りです。1つ目、購入した物件に自身が住んでいること。2つ目、2022年から2025年中に居住すること。3つ目、住宅の床面積、マンションの場合は占有部分が50平米以上であること。4つ目、控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下であること。5つ目、床面積の半分以上が自身の居住用であること。6つ目、返済期間が10年以上の住宅ローンを借りていること。7つ目、譲渡所得の課税の特例等の住宅ローン減税と併用できない制度を利用していないこと。8つ目、2024年以降に建築確認を受ける物件の場合、一定の省エネ基準を満たしていること。9つ目、新耐震基準を満たしていること。なお、2023年12月31日以前に建築確認を受けた新築物件は、合計所得金額が1000万円以下の方に限り、床面積が40平米以上、50平米未満の物件も対象となります。中古住宅購入、リフォーム、増築の場合も条件を満たせば適用されます。住宅ローン減税を受けるための手続きは、1年目、確定申告を行う。2年目以降については、会社員の場合は年末調整で税額控除が完了します。控除を活用して上手に節税していきましょう。その他、様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ではでは、皆さんいつも高評価やコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価やチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。